菊池武正像、菊池武正文中三年、王安七年五月二十六日は南北朝時代の武将、菊池氏の第十六代当主、第十五代当主、菊池武光の子、吉政の二位、通称は菊池二郎。父と共に九州における北朝勢力と戦い筑後川の戦いにも従軍、建徳二年、王安四年七月に、 九州丹大、今川良春の着南帝臣と田原志能が、牢上した、高崎山城を攻撃、翌文中元年、王安五年二月に、肥前に上陸した、良春の弟中秋を攻めたが敗れ、打財布を捨てて、父と共に、甲羅山に逃れた。文中二年、王安六年十一月に病死した父の後を受けて、家督を継いだが、 麻生これ竹に援軍を要請する必要に迫られるほど、菊池氏の勢力は逼迫するようになったと言われている。家督継承後から半年後の文中3年、王安7年5月26日、戦いで負った傷が元で病没。去年33歳。遺体は、熊本県菊池市政官寺に葬られ、この竹友が後を継いだ。法名は、シリング行。 明治44年11月15日、十三日を送られた。菊池十八街城の中心である菊池城は、昭平年間に、竹政が築城したと言われている。荒井淳一、菊池一族、木沢書店、1943年、31ページ。ありがとうございます。